皆さん、こんにちは。新井圭介です。今回、いつものルートで送らせてもらっている、僕からの提案なんですが、ロシアとウクライナの、戦争の、停戦、そこ、停戦なんですけども、まあ、そこまでどのような形で話を持っていくか、そういったことを、まあ、提案したいと思います。で、今回、撮影し始めたものから、YouTube に、アップしていこうと思っています。その方が世界のためにとって良いというのが、私の判断です。で、一時期ちょっと、まあ、私の方で、まあ、いろんなストレス等々からちょっといろいろおかしくなって、ホームページにまあ記載していた内容が一部おかしなものがありましたけども、ああいったものをすべて、削除しました。で、以前から申し上げているエネルギーの残存量ですね、石油、石炭、その他、まあ、人類にとって、近代文明を支えるのに必要に、になってきてる、なっている、まあ、そういったエネルギー関係のものですね。そういったところの方からの角度の話で、国連に間に入ってもらって、まあ、ロシアと、ウクライナ、まずは停戦、その後領土の、問題のところでお互いいろいろ言い分があって、どの辺のところで話を押し付けるかっていうところの話、難しい問題になってくると思いますけども、一旦停戦、お互い停戦しっかりと、できる状、してる状態になった頃を見計らって、再度私の方から改めて、お互い折り合いつきそうな内容を考えて、再度提案させていただきたいと思います。それと、まあ、今まで送ってきた、私からの、政府や、世界への提案内容なんですけども、まあ、その、録画して、このように、USB メモリーなり SD カードなりで、いつものルート、まあ、高島彩さんの、ルートから、まあ、政府の方とかに話を上げてもらったりして、まあ、話を進めてもらってるってんですけども、その内容って保管しなかったんですよね。だから、今まで自分がどういうふうなものを提案してきたかっていうのを全て覚えているわけじゃありませんし、一部はホームページに記載してます。で、それらをもう一度、今度は、YouTube に、順を追って、私の方から話をしていってアップしていこうかなと思っています。それでは本題に入りますけども、エネルギー問題と、まあ、ロシアとウクライナの停戦に関してなんですけども、もう最終結論をはっきりと申し上げます。石油の残存量が足らないんですよね。ガスの残存量と。世界国税税というものが、一般的に販売されてますけども、本で。まあ、そちらの方でも、掲載されてますけども、石油の埋蔵量が、残り69年分、2020年ぐらいのデータですね。で、ガスも大体、まあ、それぐらいです。で、石炭も、まあ、大体で結構なんですけども、まあ、それぐらいなんですよね。で、石油がなくなったら、ガスがなくなったら、石炭がなくなったらどうなるかって言ったら、電力が、生み出せなくなって、で、先進諸国が全て崩壊します。で、多くの人が、まあ、当然物資の輸送とかもできなくなりますから、多くの人が餓死者となって、滅びるんじゃないかと。これが私の見通しです。大げさな話に聞こえるかもしれませんけども、もし家の電気がつかなくなったら冷蔵庫をやられますよね。で、スーパーマーケットの電気が、電力が通らなくなったら、まあ、
冷やしておかなければならない商品とか全てダメになりますよね。で、あと物流なんですけども、そもそもスーパーマーケットとかに並べる食料等々、石油がなくなったら終わりです。今電気自動車化を進めてますけども、軽いから、車体が軽いからあのバッテリー型で対応しているのであって、トラック等に、まあ、電気自動車化は不可能ですね。まあ、ですから、まあ、その辺のところは水素自動車という形で対応してもらおうとしてるんですけども、世界的に結局自然再生可能エネルギー化をしっかりと進めなかったら、結局どうなるかって言ったら、ここ50年間の間に、多分世界は崩壊します。で、まあ、今もロシアとウクライナの戦争によって、今の日本の場合、輸出とエネルギーの高騰によって、原油価格ですね、1バレル今90何ドルという値なんですけども、本日は2022年9月の7日あたりですね、水曜日です。まあ、貿易輸出にも日本も正直苦しいところがあるんですが、そのまあ負担が結局、消費者の方に跳ね返ってくる。まあ、電気代が上がったり、ガソリン代が上がったりとかは、まあ、その辺は当然なんですけども、輸入してる商品の、価格も高騰してると。まあ、こういった状況になってます。円安という要素もあるんですけども。まあ、ただ、円安に関しては、私の考えでは、まあ、この方が、日本としては良いと考えています。貿易輸出の赤字になってますけどね。その辺は、後で、説明します。先にエネルギー問題の方なんですけども、私のホームページ、淡井圭介の履歴に記載している、46番、河川水門開閉式ダム発電など、ああいったものを設置して世界中で、河川には多くの水が流れてます。特に大雨の時とか、大量の水が流れます。ああいったものをうまく活用してエネルギーに変えていく、電気に変えていく。電気に変えていくことによって、海の中には、水素、6万年分ほど、あると言われてるんですね。その電気を利用して、水素を作っていくと。だから、まあ、その水素で結局重機を動かしたりだとか、最終的にトラックを動かしたりだとか、重たいものを動かす、まあ、こういった形になってくるかと思います。で、今日本の政府は2050年には電力の半分を自然再生可能エネルギーで賄おうとしてるんですが、まあこれでは遅いですね。2050年ぐらいだったらもう 100% まで持っていかなきゃなんない。で、日本の方で今進めてもらっているのが、最近東京都の小池知事が、東京都のある一定の、建物の上には、ソーラーパネルを設置を義務付けというような形の、法案を、動いてもらって、通してもらってます。法律を政令指定都市は都政六法の内容にも従わなければならないので、日本中の、多くの箇所がそういったところに含まれてくるので、この辺のところ、まあ、これは新たに日本の政府に私からの提案なんですけども、とにかく日本中の屋根の上に、ソーラーパネルを設置していくべきです。あと、浮体式で池や、ダムですね、ああいったところにもソーラーパネルを、設置できるだけ設置していくべきですね。そうしないと、電気自動車化になった時に結局ガソリンを使って走らせていたその一般的な自動車が、まあこれが電力に変わるわけですから、その1日あたり
少し前でした、日本全国で、大雑把ですけども、1億キロワットぐらい、必要だったりしてたんですが、これが2億ぐらいになるんじゃないですかね。だからその辺のところの資産とか、全然世の中に出てきてないので、全く分かんないんですけども、とにかく敷き詰めれるところは、徹底的に敷き詰めていかなきゃなんない。で、もう一度ロシア、あとウクライナの戦争の話に戻すんですけども、戦争なんかで消費してるエネルギーそんな余裕ないんですよね。で、国連条項でも軍備の縮小が国連条項の中にありますけども、本当に世界中で軍備も縮小していかなかったら、やっぱり軍事演習とかで使用される石油等の燃料、ああいったものが結局もったいないんですよね。で、千年先の未来を国連の方たちも世界中の政府、上層部、日本でいう経団連、そういったものも世界中にあるかと思いますけども、そういったところの人だけじゃなくて、一般人も含めてね、千年後の先までの未来のことを考えて、これからは行動していかなきゃなんないと、私は考えています。そうじゃなかったら、結局、石油が尽きた時点で、石炭やガスが尽きた時点で、もう何もかもが止まっちゃうんですよね。で、都市ガスだってガスが尽きた時点で、せっかく都市ガスとか引いてますけども、家でガスが使えなかったら、冬場風呂が炊けなかったら大変なことになりますよね。料理もそうですけども、料理も、オール電化まで持っていこうとしたら、それだけ自然再生可能エネルギーでの、発電が必要になってきます。で、太陽光パネルなんですけども、ホームページに記載してますけども、厚さ3ミリ程度で、資源としては、かなり少ない資源で、発電ができると。で、私のホームページに記載している通り、一般的な発電だと、コイルを使ってますから、タービンとコイルですね、金属同士を銅と鉄とかを使ってるんですけども、消費されていくみたいですね。やっぱり摩擦で摩耗していって、ですから金属の残存量も私のホームページに記載してますけども、銅が、1900何十万トン残りの残存量だから、そのならもう尽きてしまったら、発電できなくなるんですよね。だから先進文明が崩壊するかもしれないかどうかの、瀬戸際なんですよね。だから世界中で、今は先ほど私が言った通り、例えば太陽光パネルとかでも敷き詰められるところは敷き詰めるだけ、敷き詰めていってください。で、例えばアメリカだったらグランドキャニオンとか、特に使用する予定のないような土地、空いてる土地、とにかく敷き詰めるだけ敷き詰めていく。で、今日本の方では、確か私からの提案だったと思うんですけども、ダムの中に、ダムというか、泉のようなものですね。大きな池と言ってもいいです。そういったものを作って、その中に蓄電をしようという試みの工事が神戸市、北区、山田町で行われています。地面の中はコンクリートで、上も絶縁体で覆ってしまえば、車のバッテリーを見てもらったら分かると思うんですけども、蓄電池、車のバッテリーの蓄電池って、あれは水の中に電気溜めてるんですね。で、ああいったものがもし、成功すれば、多分成功すると思います。蓄電できるはずです。で、世界中で同じようなものを作っておいて、普段から、発電している電気とかで余った電力はそこに蓄電したりとか、最終的にそれを自然再生可能エネルギーで全ての電力を賄って余った電気は、蓄電しておいてという形になります。で、基本的に太陽光パネルがメインになってきます。発電に関してはですので、雨が降った時、その発電能力が一気に落ちると。で、その時にどうやって、これから先、
カバーするかと、まあ、そういうふうなところで河川水門開閉式ダム発電というものを46番に、掲載しています。でこの後、まあ、私が、まあ、会いたがってる人たちの名前を挙げますので、ぜひ、電話でご一報アポイント取っていただいて、会いに来ていただけたらなと思います。昨年、まあ、ちょっといろんな問題もあって、昨年12月2日まあ最近亡くなられてしまいましたけども、大変残念なことに、元総理の安倍さんが、私の家の近くまで来てくれて、私に会いに来てくれたようですね。ただその時ちょっと相手が安倍さんって分からなかったので、その時何の話もしてできてないんですよね。でまあそれまでにいろんなことをちょっと安倍さんの方に頼んでいて、まあそういった部分も含めて、まあ会いに来てくれたんだとは思うんですけども、その辺の話も、後ほどします。でちょっと話さなきゃならないことがいっぱいあると思うので、まあ金属の残存量とかの話でもそうなんですけども、結局エネルギーの消費を抑えようと思ったら、使う方も結局は節約していかなきゃならないと思うんですよね。でこれはもう世界中で、今のエネルギーの残存量このままでいくと先進文明100年後、崩壊が始まると、まあ原油価格やガスの価格はもっと今より上がるでしょうね。で生活困窮者が増えるのと、あと物が回らなくなってくる。で貿易とかもできなくなる。でもう少しそのよりも先に進んでいくと、原油をその採掘できる国が他国へ販売しなくなるでしょうね。自分の国をのために使いたいと、まあ、そういうふうな形になる可能性が非常に高いので、とにかく今から国連の方から、警鐘を鳴らしてもらって、世界中各政府警鐘してもらって、自然再生可能エネルギーの普及を進めていっていただきたいのと、あと河川水門開閉式ダム発電、私の方で考え出したものなんですけども、この辺についてもホームページに上げてるその46番のところの YouTube の映像もちょっと少し足りなくて、まだ動画をつなげたりとかして、まあ、作ってる最中で、まだちょっと時間かかっています。今少しまあ増えてはいますね、確か。まあ それがまあ何年ぐらいからと比べてっていう部分はあるんでしょうけど、まあとにかく皆さんに一度見てもらって、まあ、言ってる内容を理解していただきたいなとは思ってます。でエネルギーの半永久期間っていうものを私の方で、考え出しているんですけども、例えば1万キロワットのエネルギーでタービンとコイルを回して、2万キロワット、3万キロワット、4万キロワット、つまりプラスですね、プラスになるぐらい発電できるような形であれば半永久期間っていうのは成立します。でこれはギア比で、コイルの回転速度を上げていくことができるので、多分技術的にできると思います。ただ、銅の残存量を考えて、銅があまりにも消費するようであれば、早く銅が尽きてしまうので、それができないっていう形になってしまうんですけども、半永久期間のその発電機を作ってしまうと、まあ、100年後の人たちが銅がなくて困ってしまうと、まあ、そういうふうな形になってしまうかもしれませんので、マグマ発電っていうものも考えているんですよ。あれ、マグマ発電っていうのは、まあ、マグマの熱を利用して発電する内容ですけども、トンネルを掘って、私のアイデアの内容では、トンネルを掘って、そこに、もともと余ってる、吹き出しそうになってるマグマを、流し込んで、火山の噴火を抑えたりとか、まあ、防災込みで、まあ、ああいったものを考えてるんですけども、
マグマの中に金属が混ざってることってあるんですよね。その、まあ、融解していて、それが、マグマの中に混ざっていて、だからマグマ発電を行いながら、そこからあの金属の採掘がもしできるようであれば、銅の消費とマグマ発電からの採掘でペイできるとするのであれば、半永久期間の発電はありになってくるんですよね。そうすれば、まあ、そういう形であれば、100年後だろうが、200年後だろうが、300年だろうが、1000年後であろうが、まあ、大丈夫であると。まあ、結局、話の、そのロシアとウクライナの停戦への話の持っていき方として、結局、一般人を含めて、まあ、経営者も経団連の方たち、とか、まあ、特に経済重視されてますけども、結局のところは石油とかが尽きてしまったら、自分たち の, あの生活が成り立たなくなる。で、先進文明が崩壊して人類、どうしようもなくなると。まあそういったことの知識をですね、世界中で広めてもらって、で、まあ強い警告として世界中からの、まあ、呼びかけて、まあ双方一旦もう停戦してくれと、まあ、そういうふうな形で、まあ停戦っていうのが私からの提案ですねっていうのは、まあ、ウクライナの方もロシアの方も振り上げてしまった拳をなかなか下ろしどころがないと思うんですよね。でやっぱり戦争が始まってしまったら第三者が加入して、第三者から、何か提案して、国連等が動いて、でしっかりと訂正を持っていくと。で、まあ、軍備の縮小もそうなんですけども、まあ、一番いいベストなシナリオは、世界中で今の現在の人類の状況っていうのを世界中の人に認知してもらって、世界中の報道機関で放送してもらって、その石油の残存量が危ないと、ガスの残存量も同じだと、石炭の残存量も同じだと、まあ、原発の元であるウラン鉱に関しても4,50 年ぐらいでなくなるかもしれないですね。尽きてしまうかもしれないですね。まあ、ちょっと話そそりますけども、まあ、日本の方で、まあ、今政府の方が原発再稼働、まあ、岸田さんの方も再稼働を、始めるような形をおっしゃられてますが、正解だと思います。結局、僕も一時は東日本大震災で原発の危険さを見たときに、まあ、待避区域とかができて、原発はやっぱり危ないなと思って、原発はなしの方向でというような意見を申し上げてたんですけども、エネルギーの残存量とかもうせっかく作ってしまったものだから、使わざるを得ないっていう部分と、東京の電力の逼迫状況と、今後の電気自動車化ですね、これらを考えたら、まあ、電気自動車化してる頃には、原発まで多分フル稼働しておかなきゃならないような状況かと思いますので、老朽化して、まあ、使用年数が過ぎたところから消滅していって、まあ、特に新設は考えてないですね。それまでに自然再生可能エネルギー、太陽光パネルを各、民間を含めて、屋根の上、置けるところは全て置いていく。駐車場とかでも、まあ、スーパーマーケットとかの大きな、駐車場とかあるじゃないですか。ああいったところも、まあ屋根をつけて、太陽光パネルを敷き詰めるとか、まあ、何か、そういった形で、まあ、ダムも言いましたけども、あと琵琶湖ですね。琵琶湖も太陽光パネル2体敷き詰められるだけ敷き詰めていく。だから、まあ、現状、今の普及スピードを100倍ぐらいまで引き上げて、一気に敷き詰めてしまうと、まあ、そこでもまあ雇用が生まれるでしょうし、貿易輸出にもだいぶ変わってくるでしょうから、まあ今でだいたいガスを輸入している金額は3兆数千億円ですが、まあ、そのうちガスの発電で使用されている量がどれぐらいかっていうところもあるんでしょうけども、何円分ぐらい。使用してるかっていうところもあるんでしょうけども、
まあ、とにかく自然再生可能エネルギーでできるだけ敷き詰めるだけ敷き詰めていって、特に田舎の方からオール電化、都市ガス引いてないところ、都市ガス引いてない家ってどうしてるかって言ったら、大きなガスボンベを、トラックに積んで家の横に、くっつけて、で、ガスを使用してるんですよね。だから、そのガスを運ぶのにエネルギーが必要になってくると。だから、オール電化を先に進めていくとしたら、田舎の方がエネルギーの消費量は少なくなっていくと。まあ、こういうふうな、いろんな案っていっぱいあるんですよね。例えば、できるだけ風呂をたかないでシャワーだけで済ますとかね。こういったものを世界中に呼びかけて、まあ、私なんかもちょっと、まあ、生活上の金銭的な部分も含めてなんですけども、冬場も含めて、できるだけ、お風呂炊かないで生活をしています。それによって、まあ、水道料金とか、まあ、ガス代とかはだいぶ節約できてるんですけども、ガス、風呂を炊かないことによってガスの消費量ってだいぶ抑え込めると思うんですよね。だからそれだけ未来に向かってエネルギーを残してあげれるっていう形になってくるかと思います。で、こういったことを、まあ、いろんなことを含めて、いっぱい案あるんですよ。例えば、電気屋さんですね。電気屋さんでテレビってずっとつけっぱなしにしてますけども、ああいったものはもう普段は消しておいて、お客さんが、まあ、自分で、まあ、どんなテレビかなっていうか、まあ、ちょっと見てみようと。まあ、電源入れて、まあ、つけて。で、見てみるとか、そういうふうなシステムにすれば、それだけ、電力の消費量を抑えられますよね。まあ、こういった、細かい案も含めて、まあ、何十とありますので、まあ、そういったものも、まあ、テレビでしたいなと思っています。で、まあ、今回の提案、以前からは、まあ、言ってたと思うんですけども、まあ、僕も、まあ、テレビの方で、まあ、出させてほしいと。まあ、いろんなことを今まで提案してきて、日本が世界に先駆けて水素での発電にも成功してるんですけども、あれも僕からの提案なんですよね。で、日本の政府に今まで提案してきた内容で、世界の平和的な内容とかもいっぱいあるんで、まあ、その YouTube に上げようと思ったきっかけっていうのは、まあ、そういったことを今まで私が提案してきたっていうのも含めてもそうなんですけども、まあ、日本の政府も水面下でいろいろ動いていて、世界に向けて、まあ、世界平和をいろいろ提案して動いてくれていた、まあ、北朝鮮のトランプさんとの会談とかもそうですよね。ムン・ジェインさんとの、キム・ジョンウンさんの会見もそうですけども、そういったものもともと私からの提案で、出来上がってます。まあ、そういった部分も含めて、まあ、世に出した方がいいなと。で、これからの時代は、世界国連レベルでまとまっていかなきゃなんないっていう形が良いかと私は思っています。やっぱりお互い助け合っていかなければ、そのエネルギーの残存量の話がメインになってくるんですけども、やっぱり、社会維持できなくなってきています。で、特に石油の残存量が残り69年っていうのが2020年のデータで、探しはまだあるっちゃあるんですけども、どこまで掘れるかっていう部分があるのと、あと掘るのにかかるエネルギー等のその消費される量があるので、結局のところ100年分あるかどうかなんですね。石油もガスも。で、基本的に石油の揮発したものがガスであって、で、そういった知識的なところも、私がテレビで出て、自分の番組を、させていただいて、いろいろ説明していきたいなと思っています。で、まあ、他にも発電の仕組みとかですね、太陽光パネルなんですけども、今、一般的に日本で行われているのは、家に蓄電池をセットでオール電化みたいな話とかの CM とか見かけるんですけども、そうじゃなくて、太陽光パネルの設置が義務付けがされてますけども、もうそれは全ての、
場所で、まあ、先ほど言いましたそのスーパーマーケットの駐車場とかそういったところも含めて、そういったことを義務化することによって、まあまあ、例えば一般的な家だったら電気の基本料金無料にしてあげて、自然再生可能エネルギーの促進で確かお金を徴収していたと思いますけども、それもなしにしてあげたりだとか、まあ、ちょっとしたアイデアで蓄電するんじゃなくて電線につなぐっていう形ですね。だから使用者の人たちは今まで通り普通に使って、まあ、電気代は払うんですけども、まあ、売電するっていうのも一つの手ではあるんですけども、まあ、それは自分で、お金を出して設置していただいた方とか、まあ、そういうふうな形にすれば、家に蓄電池を置かなくて済むという形になります。でこれから先、まあ、また、まあ、これも世界中で電気自動車舵切ったんですけども、これも私からの、今から7、8年ぐらい前ですかね、それぐらいの頃に提案した内容から、世界中でそういうふうに舵切るようになりました。まあ、とにかく原油尽きたら終わりですので、まあそういった部分を含めて結局バッテリーですよね。バッテリーの資源も限界がありますから、まあ、その辺のところで、今の現状の結論から言いますと、まあ、私のホームページ向こうは総括編、河川水門開閉式暖発電に記載している向こう側総括編のところでも言ってるんですけども、仕事で使う人や有名人以外にその車を持つ権利を与えないというような形にした方が世界中でその方がいいんじゃないかというような結論に、今の現時点では達してます。っていうのは自然再生可能エネルギーで海の中から水素を取り出せるぐらいのところまで来なければやっぱり消費の量が多すぎると思うんですよね、世界中で。で消費の量が多すぎるとやっぱり追いつかなくなってきます。自然再生可能エネルギーの普及を、世界で行い切って、でそれで、社会を成り立たせていく、水素を海から取り出す、まあ、他にもいろいろあります。火山地帯からメタンガスを取り出したりだとか、そういうふうな、方法もあります。まあ、そういったものも含めて、まあ、私がテレビに出て、まあ、説明させていただきたいなと、まあ、世に出していただきたいなというのは、まあ、私からの提案です。まあ、今まで私からの提案で自分で言うのもあれなんですけども、すごいことは結構いっぱいしてますし、世界との平和関係ですね、そういったことも提案してきましたし、残念ながらお亡くなりになられてましたけども、安倍さんがあれだけ協力してくれてっていう、その辺のところですね。まあ、それも淡井圭介からのいつものルートで送った提案1、2、3と、まあ、つなげていって、まあ、これを1として、2のところから今までどんな内容を送ってきたかっていうのを、説明して動画でアップしていきたいなと思います。で、第7航空と言われている部分の石油の掘削ですね。まあ、日本、一応、まあ、私の方の認識では、まあ、中国の方が聞かれたら、まあ、何か、まあ、トラブルになってしまっても困るんですけども、まあ、大釣島の付近、まあ、あの辺りにある、眠ってると言われている石油ですね。あれも結局いつかは採掘しなきゃなんないんですよ。で、そうしなかったら結局自然再生可能エネルギーの普及はとにかく、まあ、政府と動いて経団連等も動いて徹底的に今の例えば太陽光パネルでも今の100倍ぐらいのスピードで設置、普及させていかなかったら、まあ、物事は追いつかないですね。とにかく1000年後を見た、政治を、世界中の政府が行っていただきたい。で、
ただそこまで持っていくまでに世界中の多くのエネルギーが、自然再生可能エネルギーとそこから作り出す水素で賄えるところまで来れば人類は安泰、ほぼ安泰なんですけども、第7航空の石油もそれまで多分掘削しなきゃなんない時期が来ると思います。エネルギーの残存量問題的に。で、そこで日本と中国は喧嘩していてもしょうがないですから、頃合い見て、また私の方から再度提案させていただきます。どこの国が掘削、どちらの国が掘削するのかとか、まあそういうふうな話ですね。あんまり話こじるようだったら、正直半々で、掘削量が半々でお互いの国が掘削すると、まあそういうふうな形でもいいんじゃないかなと思ってます。まあもちろんこれは私の一存では決められるようなことじゃありません。日本の政府と、まあ、中国の政府が話し合って決めることですので。ただまあこれは一つの提案で、とにかく世界中みんな仲良くまとまって物事を進めなかったらダメだっていうところと、あとまあミサイルの実験とかでもそうですけども、ああいうふうに石油と金属を消費してる余裕なんてもうないんですよね。で、こういった知識って多分世界中の上層部の方たちが持ってなかったと思うんですよ。で、今回これを機に世界中で話回してもらって、一般人まで含めてですね、経団連の人たちは当たり前ですけども、政府の、まあ、国会議員の人たちや地方議員の人たちも含めてもそうなんですけども、国連の方たちもそうですし、世界中の政府のそういうような立場の人たちは絶対にそういうふうな今言った内容っていうのを覚えといてもらわなきゃなんない。で、人類の今の状況っていうのを理解してもらわなきゃなんない。まあ、そういうことですね。で、まあ、ちょっと私事の話に変わってくるんですけども、今までまあ私の方で誰それに会いたいとか、まあ、どんな話をしたい、ああいうような話がしたいとか、まあいろいろ言ってきましたけども、まあその昨年に2021年12月2日夜の6時過ぎだったんですが、まあ、安倍さんが来てくれたんですけど、まあ、結局何の話し合いもできてなかったんですよね。で、河川水門開閉式ダム発電や地下水流ストレートトンネル発電とかの話し合いとかの意見とかを言いに来てくれたのかもしれないですし、まあ、私が会いたいという呼びかけで来てくれたかもしれませんし、まあ、私からの、まあ、お願いで、ちょっと頼み事とかもあったんですよね。まあ、私からの提案で、中国の、現在、ベッコウという名前に変わってますけども、まあ、それも私からの提案で、ああいうふうな名前に変えてもらったんですけども、我が天下っていうゲームと、我が天下戦国風は私からのアイデアでできたか、まあ、ゲームなんですよね。で、それで、まあ、私も、今現在、まあ、仕事をしてない身であって、収入が得たい。これがまあ本音の部分です。で、その部分で、まあ、我が天下の売り上げの1%をいただけないかとか、まあ、そういうふうな話で、習近平国家主席を通して、まあ、安倍さんの方からですね、まあ、支払ってもらえないかどうかとか、まあ、そういうふうなことも頼んでたので、そういうふうなものを込みでも来てくれてたのかもしれません。で、まあ、現在もそうなんですけども、そういった部分も含めて、まあ、地下水流ストレートトンネル発電や河川水門開閉式ダム発電とかもテレビで、まあ、その辺のところは説明した方が分かりやすいかと思うんですけども、まあ、その辺含めて国会議員の方、誰か私の家に、自宅に来ていただけないでしょうかと、まあ、そういうふうなことのお願いですね。まあ、私との話し合いで、事前に電話かけてもらって、ホームページの粟井圭介の連絡先っていうところがあるんで、上の方の目的の隣ぐらいですかね、そこに私の自分の電話番号を記載してますので、まあ、どなたか会いに来ていただけると助かります。個人的には私とも同じぐらいの年齢である小泉進次郎氏に来ていただきたいなと、思っています。まあ、それと政府への提案なんですけども、今後また、総理、新しく
岸田さんから誰かに代わるっていうことであれば、小泉進次郎氏を推します。長い間、その、もともとは私からの提案で、安倍さんが歴代1位の、任期を、ということで、実際、成し遂げていただけましたけども、長い間、やっぱり総理に、として、仕事をしていただかなかったら、外交の部分とかで、世界に話を通しやすい、通しにくいっていうのもあるかと思うんですよ。ですので、長い間、総理として任期、ついてもらいたいっていうことになってくると、ある程度若い年齢の方じゃないと、まあ、なかなか難しいと。まあ、そういった部分もあるので、小泉進次郎氏を、推します。で、できたら、小泉進次郎氏に来ていただいて、その私が申し上げているエネルギーの残存量の話だとか、それを解決策とか、今政府の方では話がどうなっているのかとか、直に会って話聞きたいです、どういうふうに皆さん受け止めていただいているのか、それとあと、まあ、テレビ局の方の方たちもそうですよね。できれば、まあ僕のバックアップをしていただきたい。私からの提案でいろいろな番組作っていただいたりしましたけども、まあ、良い視聴率が取れてる番組は取れてますし、その辺のところでも何か、例えば、支払ってもらえるものがあれば支払っていただきたかったり、まあそういった部分、あります。一時期、僕の感覚の中でをしていろんなものを提案してきて、で、まあ、視聴率も結構出て、で、経営団連の方に話をまあして、で、まあ、CM 料、まあ、ちょっと多めに支払ってあげてほしいとか、まあ、そういった方でもテレビ局売り上げ上げてたと思うんですよね。で、それで私の方に何の利益もないっていうことの部分で、なんか何かこう、まあ、我が天下、いや我が天下先行風雲もそうなんですけども、あと任天堂の任天堂スイッチ、あれもああいう風なものを私からの提案で作っていただきました。それで任天堂さんも大きな利益上げています。で、その辺のところで何もなしっていうのはやっぱりひどいなっていうところで、何かこうアイディアを搾取されてるような気分になって、まあ、一時まあちょっと腐ってた時期もあって、で、まあその辺のところも誰かテレビ局のまあ代表者の方がのとまあ話して、まあ何かバックアップできる部分はないかとか、支払えるものはないかとか、まあそういった話もしたいなと思います。で、誰かテレビ局の役員の方、連絡いただけないでしょうか。で、まあ、実際会って、話をしたいですよね。で、まあ、例えば、まあ、電話かけてもらって〇〇のテレビ局の、まあ、役員の誰それですけどもとおっしゃっていただいたら分かりますので、まあ、例えば今まで提案した番組で視聴率が悪かったものは1回の放送につき1000円とか、まあ、平均的な視聴率の場合は5000円だとか、すごく良い視聴率が取れた時は1回の放送で1万円だとか、まあまあ権利的なみたいなものの形での、収入だとか、まあ正直今までたくさんの番組何十と放送していただきましたけども、もう番組名とか覚えてないんですよね。で、その分、テレビ局の方でバックアップして、今まで、まあ、河合圭介が提案してきて、日本の政府が動いて、まあ、成し得てきたことや、経団連が行ってきて成し得てきたこととか、その辺のところとかも、テレビ局の方でも認めて、まあ、世に、出してもらう、テレビに出してもらうとか、まあ、何かしらが得たいっていうところですね。で、その辺のところの話も、まあ、どなたか連絡くれたらなと思います。まあ、できたら、まあ、大下陽子さん、
テレビ朝日の、まあ、大下容子さんは役員になられてるかと思うんですけども、それも私からの提案でなられたかと思います。で、まあ、その辺のことを含めて、テレビ局の方では、その、いろんな部分で話がどうなっているのかっていうところ、話したいなと思ってますので、ぜひご連絡いただけたらなと思います。他の役員の方でも結構です。で、状況がどうなってるのかっていうのも私の方で連絡もいただけなかったらつかめないんですよね。それは無理であるとか、それはできるとか、できるできないのところで何がどうなってるのかっていうのが分かんない私の方で、理解ができないので、まあとにかく連絡いただけたらなと思いますので、今から会いたい方だとか、申し上げますので、ぜひ来ていただいたり連絡していただけたらなと思います。まず、加藤夏樹さん、昨年の9月15日がその前の年の、9月15日、私の自宅に来てくれたと思うんですよ。インターホンを押していただいて、で会いに来ていただいたんですけども、夏場で9月15日の頃だったんですけども、黒い手袋、気温が30度もあるのに黒い手袋をつけていたので、顔を見る前に先に手袋が目に入った瞬間に、やばいやつが来たと思って、僕急いでドア閉めちゃったんですよね。結構ですと言って、まあ、何かの勧誘か何かかなと思って、まあ閉めたんですけども、閉める間際に顔を見た時に、あれどっかで見たことある顔だなと、加藤夏樹さんだったと思います。でその頃も何か僕からのその送られてきたその SD カードなり USB メモリーなどで、まあ何か来てくれたんだと思うんですけども、まあどういった要件で来てくれていたのか、まあそのことも聞きたいと。で今回高島彩さん宛てと上夏美さん宛てで送ってると思うんですけども、まあ上夏美さんも何回か来てくれてると思います。で高島彩さんに関しても今まで送ってきた内容とかで、まあ実際僕からの提案で世界がいろいろ動いてるっていうところ、日本の政府もいろいろ動いてる、経団連もいろいろ動いてるっていうことわかるかと思うんですけども、その辺のところを含めていろいろ聞いてみたいこととかあるんで、ぜひ連絡して、もし来れるんであれば来ていただけたらなと思います。関西の番組だと思うんですけども、土曜は何するという番組、まあ上夏美さんだったらまあ番組出演するのに来たついでに寄っていただけたらなと思います。あとは坂上忍さんですね。坂上忍さんは昨年の12月、2021年の12月、私の自宅近辺で見かけました。多分私宛てで来てくれたんだと思うんですけども、ちょっとねその時は判別がつかなくて、私の方もあれなどっか見たことある人だなっていうぐらいであれだったんですけど、まあどういうふうな要件で来ていたのかなと思って、まあもし連絡いただけたら連絡してほしいですね。あと新海誠監督、まあ僕の提案で作ってもらった映画「君の名は」や、天気の子に関してですね、まあそういったところを含めて、まあいろいろ話したいなと思ってます。でもし来ていただけたら、まあ会って話してもらえたらなと思います。であと庵野監督、シン・ゴジラですね。でマナベカオリ、こちらも会いたい人間ですね。私の親戚だったと思うんですけども、まあまあ私からの提案でそこまで一定委員会に出ていただいたかとは思うんですけども、まあ芸能界で私の状況というか、私のことを知ってる人間がどれぐらいいるのかっていう部分とかも含めて、まあちょっと話したいなと思ってます。ぜひ連絡していただけたらなと思います。あと
タモリさんなんですけども、今年の4月ぐらいですね、タモリさん、白い車に乗っていて、僕の横を通り過ぎていて、まあ、目線があって、なんか、まあ、ちょっとニヤッとされてたような気がするんですけども、何か僕絡みで来ていたんじゃないかなと思います。もしそれだったら、どういうふうな件で来ていたのかと、まあ、いうことで、まあ話、まあ、してみたいなと思ってます。あと、まあ、別行というそのゲーム会社の、社長の有効氏さんですね。日本語を話せる通訳の方と来ていただけたらなと思います。で、その我が天下とか我が天下戦国風雲に関して、一銭も払えないとか、まあ、経営状況云々とかですね、まあ、もしそういうことであれば、ゲーム内のデータなんとかしてほしいっていう部分があるので、その辺でも来ていただけたらなと思います。例えばゲーム内のデータで、払うだとか、例えば原稿とか、コインだとか、まあ、ゲーム内での話ですけども、まあ、武魂だとか、まあ、銀領だとか、まあ、そういったところですね。まあ、何でもなしっていうのはね、結局、アイディアの搾取みたいな形になっちゃうじゃないですか。だからやっぱりそれってあんまり良くないと思うんですよね。だからまあ何かしらの対応はしてほしいと、まあ、いうことです。まあまずはお電話していただけたらなと思います。あと、ガンダムの作者である富野さん。昨年ですかね、岡場の駅前のバス停のところに座ってるのを見かけたと思うんですけども、まあ、ナラティブというガンダムの、作品があるんですけども、内容は、まあ、私の方で提案して作っていただいた内容ですので、まあ、その辺の件で、まあ、来ていただけたんじゃないかなと思います。あと、安藤美希。安藤美希に関しては、まあ、私のホームページに書いている通り、多分子供の頃から会っていたことがあると思うんですけども、2019年、私の方から、まあ、宇賀なつみと、まあ、話をさせてほしいということで、2019年の、あれは何月ぐらいでしたっけね、秋ぐらいだったと思いますけども、テレビ局の方へ行った時に、まあ、近くのホテルの方にいた。で、まあ、その時の状況っていうのは、まあ、また別のところで説明したいなと思うんですけども、まあ、誰かに、私絡みのことで言われて来ていたのか、何なのか、まあ、その辺のところを、まあ、聞いてみたいので、まあ、来ていただけたらなと思います。で、河川水門開閉式ダム発電や地下水流トンネル発電に関して、などもそうなんですけども、ぜひ、経団連の徳良さんともお会いしたいなと思ってます。トヨタ自動車のトヨタ昭夫さんもそうですね。で、今回の私の話してるそのエネルギーの残存量の件とか、まあ、どう経団連の方では受け止めているかとか、そういったところをぜひお伺いしたいなと思います。それはトヨタ昭夫さんも同じですね。まあ、パイプを作りたいっていうことですね、直接的な私の方から。まあ、その辺のところですね。あと、大谷翔平ですね。私からの提案で、もともと、彼が高校生の頃に、プロ野球に、まあ、入団する前の頃から先にプロ野球界の方へ、いつものルートでこういうふうに SD カードや USB メモリーを送って、二刀流の道本人がもししたいというのであれば、させてあげてほしいと。で、プロ野球界でそれをサポートしてあげてほしいということで、まあ、始まったことなんですけども、まあ、大谷翔平、まあ、彼ともまあ朝からの縁がありますので、まあ、会って話し合いがしたいっていうのが、まあ、私の希望ですね。
あとは菅野美穂、菅野美穂に関しては昨年、まあ、この辺り自宅の近辺で見かけて、まあ僕はちょっとね相手の名前間違えたんですよね。でそれで、まあ、菅野美穂の方がほら分かってないやろうか何か、なんかそんなことを言ってたのかな、なんか、まあ、何かあって僕絡みのことが何かあって来ていたんだと思うんですけども、まあそれが何なのか、まあそれを教えていただきたいなと思います。で僕の結婚問題の件で、まあその辺のところで、うん、まだ結婚諦めてるわけじゃないし結婚相手探しますので、もしその辺のところも皆さん協力していただけるんであれば協力していただきたいなと、ちょっとね記憶は定かじゃないんですけども、報道ステーションの安藤もっていうスポーツアナウンサーの方いらっしゃいますよね。その方が一度電話かけてきてくれたことありましたっけ。なんかねその時、宇賀なつみと一緒に電話をかけてきたのか、まあその辺のところも含めてちょっといろいろ聞きたいんですけども、まあそういった電話をかけてきたことがあるのかどうかっていうところが聞きたいっていうので、まあ宇賀なつみ経由、宇賀なつみさん経由で、まあ、教えていただいてもいいんですけども、まあその辺のところも知りたいなと思っています。あと秋元真夏さんや宮沢智さん、もし宇垣美里、あとそう宇垣美里さんなんですけども、宇垣美里さんもこの辺に来ましたね。で僕の横をすれ違うところを見かけたんですけども、まあ、瞬間瞬間なんでね、ちょっとね僕も今髪の毛かなり短くしてると思うんですけども、今やっぱりマスク着用するのが当たり前の世の中ですので、やっぱりちゃんと電話でアポイント取って来てもらわなかったら話し合いも何も始まりませんので、とにかくまあまず電話かけてきていただきたいなと、それとまあ何のために来たのかなっていうところが聞きたいのと、まあその結婚問題の件で来たのか何なのか、まあちょっといろいろ聞きたいですね。あとまあ経済関係のところのパイプで大江真理子さんからも連絡いただけたらなと思います。もともとワールドビジネスサテライトでメイン MC を進めたのが今からまあ8年ぐらい前、大江真理子さんをまあ私の方で進めさせてもらいました。でホームページ淡井健介の履歴ではその昔会いに来たみたいな形で書いてたかもしれませんけども、ちょっとね今考えたらその記憶が定かじゃないのと、どうやらその記憶が合ってるかどうか、怪しい部分があるんですよね。で、まあ大江真理子さんに関しては、まあ、経済関係のパイプをいろいろこちらからも聞きたいことがあったりとか、まあ、どういうふうなことになってるかとか、まあ、そういうような部分でも、まあ、パイプ作りしたいなと思っています。あとまあ僕の結婚問題ですけども、お嫁さん探しまだしてます。でフジテレビのアナウンサーの宮沢智さんや、乃木坂の秋元真夏さんとか、もし特に今お付き合いしてる方がいらっしゃらなくて、まあ、将来の結婚を含めて付き合っていただけるのであれば、まあ連絡いただきたいなと、まあ、そういうふうに考えています。まあ、結婚問題もそうですけども、まあ、みんな何か協力してもらったら
たら、まあ、何も物事を進みませんので、まあ、とにもかくにもまずはご連絡いただけたらなと思います。で、今回送る、USB メモリーの中に僕の自宅はどこにあるのかっていうところを、撮影しておきますので、それ皆さんに見てもらって、家がどの辺にあるのかっていうところですね、まあ、それで、来やすくなるかと思いますので、皆さんぜひご連絡していただけたらなと思います。で、まあ特に国会議員の方ですね、河川水門開閉式ダム発電のこととか、エネルギーの残存量問題等々に関しても、どういうふうに捉えているかっていうところぜひお伺いしたいので、皆さんご連絡のほどよろしくお願いいたします。それでは今回はこれぐらいで、送らせていただきたいなと思います。皆さんご清聴ありがとうございました。先ほどの言い忘れてたことなんですけども、国連への提案なんですけども、国連条項の中で一条、増やしてほしいものがあります。それは何かと言いますと、国連加盟国はお互いに軍事同盟であると、そういった条項を一つ作っていただけたら、世界中戦争がなくなるんじゃないかなと思っています。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。ごめんなさい、まだ言い忘れてたことがあります。最初の方に言っていた、円安の方が日本としてはありがたいというような、話ですが、その対応の仕方によってになってくるんですよね。貿易赤字にはなるんですけども、まあ、円安プラス、原油価格が上がっていることによって、まあ、ガスの価格もそうなんですけども、消費者の方に結局しわ寄せが行くんですよね。で、輸出業が盛んである日本にとっては、法人税が上がるんですよ。で、国としては税収が、上がります。だから、国が借金を背負うような形ではないので、まあ、ちょっと電力会社の方が今大変な状況になっていて、値段を変えるような動きに変わってくるかどうかっていう、状況ですけども、まあ、政府の方から例えばですね、今年の秋から、いろいろな、品物、輸入物が上がると。値段が上がるというような形でテレビで最近盛んに放送されてますけども、例えば年収300万円以下の人に、一律5万円給付だとか、そういうふうな形で政府で対応してもらったらいいんじゃないかなと思います。円安であれば林業も海外から木材買わないで自分の国の、木材を使うことができるはずです。確かね、以前計算したことあるんですけども、1ドル135円ぐらいの為替相場で、海外から輸入している木材と日本の木材が同じぐらいの金額になると。要するに、それで林業が盛んになれば、日本の、雇用が増えるという、まあ、こういうような仕組みと、あとエネルギー問題の件ですね。海外からいちいち木材を運んでこなくて済むと、それだけエネルギーが消費されなくて済むと、まあ、結局はそういうわけですね。だから、まあ、日本の農業に関しても小麦畑を増やしたりだとか、今輸入が500万トンほど、小麦を輸入してます。だから日本国内で作った方が、まあ、当然海外からそれだけ輸入しなくて済むので、それだけのエネルギーの消費がされなくて済む。それとあと、まあ、現在少子化ですけども、お米に関しては5万トンほど輸入してるんですが、それが結局飲食業とかの人たちが海外から安いから、買い入れてるんだったとするのであれば、
まあ、円安であれば日本国内のお米を使ってもまあ同じぐらいだなということになるんであれば、日本国内のお米を使ってもらうと、まあ、そういうふうな形でできるだけまあ貿易輸出入のところも、まあ、その辺のところも、うん、うまくエネルギー問題を考えて、まあ、対応していただけたらなと思います。で、消費しかイコールそんなに悪いことじゃないっていうことに気づきますね。エネルギー問題です。エネルギーの残存量の問題に、たどり着くと。まあそういうふうな形で、そのこの話の冒頭に、戻りますけども、ロシアとウクライナのその停戦と、それとあと国連条項に新しい条項として、国連加盟国はお互いに軍事同盟であると、そういった条項を増やすと、まあ、結局それが結局今までの歴史を振り返ってみたときに戦争が発生してるんですよね。あの紛争も含めて、あのイスラム国はそうでしたし、まあイスラム国の時の問題も私からの提案の方で、プーチン大統領の方に陸軍出してもらって、ああいうふうに状況落ち着きましたけども、一旦は。とにかくエネルギーの無駄遣いなんですよね。物は壊れる、ガソリンは消費されるということで。ですので、そういった観点からも、こういった知識は必要だと思って、今までの件を全て YouTube でアップしていこうと思ってます。それと政府の方も、まあ、YK スケをテレビに出すべきであると、そういうふうに動いていただけたら助かります。よろしくお願いいたします。まあ長い間生活保護をしてますけども、まあ、その辺の理由も、YouTube に上げていこうと思います。以前から言ってたと思いますけども、まあ、いろいろ提案するにあたっていろいろ知識が必要だから、いろんなことを調べなきゃならなかったりするから、まあまあ、こういうふうな立場にもいるし、まあ、テレビに出れるようになったら、そのための時間も空けておかなきゃならないし、まあ、それでまあこういうふうな状況に、状況でいます。あとはそうですね、もし武田恒康さんや、佳子さま、もし来ていただけたり連絡いただけるんなら、連絡の方よろしくお願いいたします。まあいろんなところで話がどうなっているのか、エネルギーの残存量の件の話と、それと、政府の方で全電力を賄えるのが2050年に自然再生可能エネルギーでの割合、今 50% になってますけども、100じゃないと先進文明長い間続かないでしょうね。だから本当に世界中が大変なことになるかと思います。だからもう本当にもう戦争どころの問題じゃないんですよね。エネルギーの残存量問題って。例えば、今、小学生や幼稚園児の子供をお持ちの日本人の方たちの子供がもう大人になった頃、大人になって中年ぐらいになった頃に、社会の状況全然変わってるかもしれません。エネルギーの自由経済のままだと石油やガスの値段が上がりっぱなしになるでしょうし、そしたらもうデフォルトする国がたくさん増えてくるでしょうし、だから世界中で早く自然再生可能エネルギーを進めていかなきゃならないのと、あと河川水門開閉式生発電など、利用できそうなエネルギーっていうのは確実にしっかりと利用しておかなきゃならない。例えば日本だったら今建築業界にとも労働力が余ってくるはずですっていうのは、他のなんで建物を建てっぱなし、建物を建てすぎている県などを記載してますけども、まあここ近年で日本空き家が、10年ほど前に600万戸だったのが今、800何十万戸か900何十万戸になっています。建築物一応作ったら作ったで、GDP として数えられるんですよね、資産価値があるから。だから、そういうふうな形で作りすぎてた部分があったんでしょうけども、
とにかく、資源の無駄遣いになってしまいますから、まあ、その辺のところも以前政府の方に提案して、先々のところで建物を建築する件数っていうのは減らしていくっていう方向性の記事は見ました。だから話は伝わってるんだろうなと思うんですけども、その分太陽光パネルの設置だとか河川水門開閉式ダム発電の設置、まあ、河川水門開閉式ダム発電ですけど、日本全国で、設置箇所、何万箇所も、設置できるかと思います。特に雨の日ですね、大雨の時とか、もちろん河川の氾濫等があるので、その辺のところはうまく作らなきゃならないんですけども、もともとの川幅がある程度、あるところと細いところと、河川って場所によって全然違うんですよね。で、河川が広いところに大きな回転扉式の発電機を設置すれば、大雨の時にそこで回転扉があることによって水位が上がって、河川が氾濫するっていうことはないんで、うまい工事の仕方とかいろいろあります。だからまあその辺のところを含めて国会議員の人たちにも来ていただいて、河川の水門開閉式生発電の話がしたいですし、あと、まあ、ホームページで私が言ってる内容を、まあ、読んでもらったり聞いてもらったりだとか、まあ、連絡は欲しいですね。で、上層部の方でどういうふうな動きになっているのかっていうのは分からないので、とにかくパイプは欲しいです。そうしないことには状況がつかめませんので、で、世界中で同じようにしなきゃなんない。で、多分ね、世界中で河川水門開閉式ダム発電全て設置が完璧にまで整うところまで来れば、1日に数億キロワット以上の発電は見込めます。大雨の日だと、まあ、これも世界によってで見ると、まあ、雨が降ってる地域とそうじゃない地域に分かれますからね、日によって違いますから、まあ何とも一概には言えないんですけど、そういった発電もなかったら太陽光パネルだけでは、あと大きな池というかダムというか、そういったものを作っての蓄電のものだけでは、足らないということですね。それだけでは、賄いきれないということですね。だから千年後の未来を見据えるような形で、まあ、世界の平和活動という形に私は持っていこうとしています。自分で言うのもあれですけど、まあ、本当に世界にとって必要な人間だと思います、私の存在は。ですので、皆さんいろいろ後押ししていただけたらなと思います。皆さんご対応のよろしくお願いします。それと、まあ、これは宇賀なつみさんへなんですけども、まあ、この辺りに何回も来てるのは見かけて、気づきました。後からとか、まあ、声をかけた時もありましたけども、まあ、返答があの時はなかった、あれっていうか、ような感じだったんですけども、とにかくあの方法だと、会いづらいんで、普通にまず一旦アポ取り、いついつ、に、行きますとか、まあ、そういうふうに、連絡欲しいですね。で、まあ他の方もそうなんですけども、まあ宇賀なつみの方からも、その件の話は今こうなってるとか、まあこういうふうに聞いてるとか、まあ何か教えてもらえるようなことあったら、教えてほしいです。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは切ります。それとあとまだ言い忘れてたことがありました。最近核兵器の禁止条約でしたっけ、あの件に関してロシアが反対して、まあ、結局合意できなかったというような内容になってますけども、まあ、先ほどのエネルギーの残存量の、話をしっかりと理解していただければ、まあ全ての核兵器を解体して原発の方に、ウラン、プルトニウム、使わなかったら結局この世の中電気自動車化になってもあっという間に、まあ、消費されてなくなってしまうと、まあ、こういうふうなことになります。ですので、そちらの方も、エネルギーの残存量問題についてご理解できたら、まあ、その辺のところも、賛成していただけるんじゃないかなと思います。ロシアの方も、
プーチン大統領とゼレンスキーさんへメッセージですが、停戦合意のほどよろしくお願いいたします。世界にはもうあまりエネルギーが残されていません。それと、まだ言い忘れていた内容としてですね、私の提案して作っていただいた、中国の、ベッコーという現在の名称の会社の名前の我が天下ですけども、iPad でもともとそのゲームをしていて、ID 番号が1800743だったんですよね。で、Facebook との紐付けを、その後、スマートフォンでゲームをし始めた時に紐付けてしまったのか、ちょっとね、このデータに切り替えれなくなってしまって、結局今3回目をやり直していって、ID664427 でゲームをプレイしてるんですけども、この ID1800743 に切り替えられないかと、これが私の方からの、まずどうにかしてほしい内容ですね。かなり、2017年から、その我が天下というゲームをしていて、まあ、結構お金も、使いましたからね。時間もだいぶ使って、まあ、少々という感触のところまで進んで、まあ、プレイしていました。まあ、その辺のところも踏まえて、有効者の方から通訳の方を踏まえて、ご連絡いただけたらなと思います。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは切ります。まだ、伝えなければならないことがありましたので、お伝えしておきます。旧統一教会の件ですけども、まあ、私としては解散させた方がいいと思います。あの組織は。それと、国葬の件なんですけども、正直今までの、ハワイ圭介からの提案で、まあ、日本の政府や、経済界が、いろいろ動いて、世界との、まあ、友好関係を築いていった内容が、社会に、表立って放送されていたら、例えば国葬の件なんですけども、まあ、反対される方ももっと少なくたんじゃないかなと思います。それと、まあ、どこかの芸能事務所に所属させてもらえないかという件と、あと、YouTube に詳しい方、いろいろちょっと教えていただきたいなと思ってます。他の国に関して、他国の方が見ても、分かるような、内容をどうすればいいのかとか、そういったことを教えていただきたいなと思います。あと、まあ、会いたい人ですが、もう一人、付け加えておきます。まあ、菅元総理ですね。安倍さんと仲が良かったと、まあ、テレビで放送しているのを見たときに、まあ、安倍さんを通して、まあ、いろいろ私の方も、動いてもらって、まあ、世界といろいろ、まあ、平和活動等を行っていただいてましたので、まあ、菅さん、来ていただいたり、ご連絡していただけたらなと思います。自宅にどうしても、いや、電話をどうしても、かけるっていうことに抵抗のある方は、表立って公用してる、事務所の電話とかを使っていただいたりとか、あと、公衆電話もありますし、まあ、それでも、電話かけたくないという方は、直接自宅の方に来ていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、必ずしも僕は家にいるわけじゃないんですけどね。それでは、これぐらいで、電源切らせていただきます。